ウトライズストリアタスササゴイは、ペリカンモクサギカササゴイ属に分類される鳥類。本種のみで、ササゴイ属を構成する。アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸南部及び東部、インドネシア、オーストラリア、ソロモン諸島、日本、パプアニューギニア、フィリピン、マダガスカル日本では夏季に、本州、四国、九州に飛来し、冬季になると、 九州以南で越冬する。全長40から52センチメートル。翼海六62から76センチメートル。体重0.1から0.3キログラム。後頭には数本の羽毛が伸長する。歯衣は青灰色で、喉に白い縦縞が入る。額から後首にかけて青緑色がかった黒い羽毛で覆われる。目先は羽毛がなく、 黄色い皮膚が露出する。右腹の色彩は青緑色がかった黒褐色。風切り葉の色彩は黒褐色で、羽毛の外縁は白い。羽縁が白い羽が笹の葉に見え、和名の由来になったと考えられている。光彩は単行色。くちばしは細長く、色彩は黒い。甲子は短く、色彩は黄色。幼鳥は羽衣が濃褐色や黒褐色。 仮面の羽衣が白い。仮面には褐色の縦縞が、翼には白い斑点が入る。繁殖期には目先が青くなり、光子の色彩が赤みを帯びる。三十亜種に分かれる。当初型の亜種が多く含まれている。笹子い河川、湖、地層、湿原、水田などに生息する。白明白母星で主に夕方活動し、 昼間は水辺の森林で休むが昼間や夜間に活動することもある。単独もしくはペアで生活する。静止時には警部をアルファベットの S 字状に曲げていることが多い。食性は動物食で魚類、両生類、甲殻類などを食べる。水辺で獲物を待ち伏せて捕食する。一部の個体群では水面に物を落とし、近づいてきた獲物を捕食する。 繁殖形態は卵生。雑木林や松林などに単独もしくは小規模な集団繁殖地を形成して繁殖する。樹上に、オスが素材となる木の枝を運び、メスがそれを組み合わせた巣を作る。テレビアンテナに巣を作ることもある。日本では5の6月に3から6個の卵を産む。私有交代で放卵し、放卵期間は21から25日。陸数は、 私有共同で行う。ひなは、孵化してから40から45日で育つ。ありがとうございます。